第163不評師団、別名エンゲルブレヒト師団は、ドイツ国防軍陸軍に存在した不評師団である。第163不評師団は1939年11月に組織された。1940年には、ベーザー演習作戦に加わり、オスロ、クリスチャンさん、アーレンダール、スタバンゲルなど、ノルウェー諸都市へ進行した。 1941年6月からは、バルバロッサ作戦発動に伴い、スビジ川周辺のフィンランド軍の援護に就いた。1942年2月、カンダラクシャ付近で、第36山岳軍団の指揮下に入った。その後、ラップランド戦争によって、フィンランドからドイツ軍がノルウェーへ撤退するまで、第163不評手団はそこに止まっていた。 1945年にはドイツ本国へ移動しベルリン防衛に当たっていたが3月に起こったポメラニアでのソ連軍との戦闘で師団は壊滅したバルバロッサ作戦の発動や継続戦争の勃発に伴い第163不評師団はノルウェーからフィンランドへ即座に移動しなければならなかったその際中立国であるスウェーデン政府が自国内を鉄道で安全に 通行する保証と許可を師団に与えていた。中立の立場を取っていたスウェーデンが数軸国に肩入れしたとも取れるこの行動は当時多くの議論を生むこととなった。師団自体は6月25日から7月12日にかけて無事スウェーデンを通過している。スウェーデン国内では第163不評師団を当時の師団長エルビン・エンゲルブレヒトの名を取り、 エンゲルブレヒト師団と呼んでいる。ありがとうございます。